て。 WBC 大丈夫？若手ばかりでベテランいねえじゃん。2022年行われたカタールワールドカップでは、最年長39歳川島英二選手、そしてブラーボでおなじみ長友佑都選手36歳の両ベテラン勢が日本チームを引っ張り、大衆の評価を覆す素晴らしい結果を収めました。そこで今回は史上最も若い侍ジャパンを独自の目線で評価、そしてどうして彼が選ばれていないんだとファンの疑問を代表し、メンバー入りしなかったけど見たかった日本人選手を4人紹介いたします。実績あるのに代表入りしなかった理由も深掘りしているので、ぜひ最後までご視聴ください。4年で3度の盗塁王なんだが、その選手とは阪神タイガースのリードオフマンでおなじみの近本浩二外野手です。社会人野球大阪ガスを経て、2018年、阪神は希望するドラフト1位を外し、3回目の指名で獲得。過去にも同様の流れで1位指名を受けた選手がさほどの活躍を見せなかったこともあり、ファンは今一つ塩っぽい思いで見ていました。しかし翌年、開幕戦で2番センターで出場し、タイムリー三塁打を放ちます。新人選手が開幕戦でヒットを打ったことは、阪神として実に63年ぶりの快挙となりました。その後も順調に成績を積み重ね、持ち味の俊足を生かした盗塁に加え、159本のヒットを放ち、新人安打数ではあの長嶋茂雄が持っていたセリーグ新人安打数記録も更新してしまいます。最終的には打率2割7分1厘、9本塁打、42打点、36盗塁の好成績を残し、盗塁王も獲得しました。これは新人王間違いないやろと思われていましたが、ヤクルトの村上宗隆選手が高卒2年目としては異例の36本塁打を記録し、文句なしの新人王となりました。こうした結果に関係なく2年目のジンクスも吹き飛ばし、2年連続盗塁王を獲得しました。2021年は最多安打賞、22年では盗塁王に返り咲き、2年連続でベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞しています。ゴールデングラブ賞受賞でもわかるように、守備力も抜群、俊足ゆえ守る範囲も広く、この2年間の守備率は990を超えています。でも肩弱いんじゃないのという影の声が聞こえてきます。確かにスローイングの拙さで試合を落とすようなこともありました。大学時代に肩と肘を痛め、投手から外野手に変更したという事実があります。肩と肘が今どうなっているのかは不明ですが、スローイングのコントロールに今後期待しましょう。そんな阪神のリードオフマンがなぜ選出から漏れたのでしょうか。ネットでは秘宝として流れていましたね。いろいろありますが、時として的を得ているものもあります。近本が短期決戦で貢献できるわけないやん。いつも春先1ヶ月は全然、毎年開幕1ヶ月ぐらいは打たんから、 WBC 出てりゃいい調整になって開幕から躍動できたかもしらんのに。つまりいつも春先はあまり打てないスロースターターなのです。例えば2022年開幕直後の3月は打率2割0分0厘、4月は打率2割3分9厘と苦しみます。その後持ち直して打率2割9分3厘、リーグ6位にランクされました。 WBC の開催時期を考えるとつい悩んでしまいますね。また他の選手との兼ね合いを考えると、代走や守備固めも考えられますが、キャリアを残している選手にこのお願いはしづらかったのでしょう。周東がいればなぁと思う場面はあっても、近本がいればなぁと思う場面はまずないやろ、というネットの声はある意味正しいのかもしれません。それでもペナントレースが始まれば、毎年と同じような活躍をし、リーグ優勝に向かってチームをリードしてくれることを期待してしまいます。2年連続ベストナインでゴールデングラブ賞なんだが、高卒ドラフト2位の期待のルーキー、オリックスバファローズ宗佑磨内野手、入団5年目の2020年、当時2軍監督であった中島聡監督との出会いで大きく進化します。監督の勧めもあり、外野手から三塁手への転向、そして2021年、1軍へ昇格した中島監督から期待され、打てなくても使うから積極的に行けと言い続け、凡退しても終わったことはしょうがない、次やり返せと我慢強く使いました。結果
この年最終規定打席へ初めて到達。打率2割7分2厘、9本塁打、42打点とキャリアハイの成績を残します。同時にチームも前年の最下位と打って変わって優勝争いを繰り広げ、ファンが嘘みたい、1位とか2位にチームがいてる、どう応援していいかわからないなど嬉しさより驚きを隠せずにいました。10月27日優勝争いをしていたロッテが敗れ、25年ぶりの優勝を果たしました。日本シリーズもすべて2番サードで出場し続け、6試合すべてでヒットを放ち、チーム最多の8安打を記録しました。この年ベストナインとゴールデングラブ賞を受賞。翌22年も好調をキープ。打率2割7分1厘、5本塁打、45打点を記録。チームは宗選手の活躍はもとより、史上初2年連続4冠を達成した山本由伸投手などの活躍により、ソフトバンクを制して悲願の V2 を達成しました。そして日本シリーズでは因縁のヤクルトと対戦。序盤は先方ペースで進みますが、投手陣の踏ん張りやラオウ杉本選手の復調、吉田正尚選手の劇的サヨナラホームランなどで流れを呼び戻し、4連勝で前年の借りを返しました。シーズンが終わると再びベストナインとゴールデングラブ賞を受賞します。ところで宗選手は男気のあることでも有名です。2021年後輩の西浦隼人選手が難病にかかり、9月24日に引退。その日の試合前、彼はベンチ前での円陣でこのように声を張り上げます。彼みたいに野球がしたいと思っている若い子でも野球ができなくなってしまう時があります。一層なるかみんなわからないんですよ。今日怪我してできなくなるかもしれない。全員そういう熱い気持ちを持って一試合一試合取り組んでいってください。今日も絶対に勝ちます。いや、僕ら勝たなきゃいけないんです。最後まで諦めず戦っていきましょう。この劇が効いたのか、チームは8連勝優勝へ大きく近づきました。こんな努力家で男気のある選手がなぜ選考から漏れたのか、答えはものすごく明白です。同じ三塁手にとんでもない人がいたから。村神様でおなじみ、ヤクルトの村上宗隆選手です。もう一人とんでもない選手がいますよね。2020-21年の本塁打王、打点王である巨人の岡本和真選手。不運としか言いようがありません。しかし選考漏れしたことなど気にせず、 V3 を目指してキャンプで頑張っていることでしょう。3年連続のベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞を期待したくなります。ドラフト5位からの這い上がり、阪神タイガース青柳晃洋投手。当時のスカウトから、アンダースローから140キロを超えるストレートで押すタイプとし、珍しい変則投手で期待されていました。1年目で4勝5敗、防御率 3.29 という成績を収め、一時期ローテーションを守ったこともあります。当時はコントロールに難がある印象でしたね。その後伸び悩んではいましたが、2019年9勝9敗、防御率 3.14 の成績を上げて初めて規定投球回数に達しました。翌2020年も1年間ローテーションを死守。そして21年大きく変貌を遂げます。13勝6敗、防御率 2.48、 勝率684という成績で最多勝利と最高勝率の2冠を獲得。東京オリンピックにも選ばれ、金メダリストにもなりました。2022年、キャンプ初っ端で今年で辞めると言った矢野明弘監督のもと、順調に成果を上げていきます。中でも対中日戦で完全試合ペースで投げていた大野雄大投手と堂々と渡り合って、延長10回サヨナラ負けをした試合はとても印象に残っていますね。最終的には13勝4敗、防御率 2.05、 勝率765で投手部門三冠王となりました。開幕時は9連敗するほど目も当てられない状態から、阪神が最後 A クラスに滑り込めたのは青柳投手を中心とした充実した投手陣のおかげでした。そんな青柳投手がなぜ WBC では選考漏れになったのでしょうか。防御率 27.00、 先の東京オリンピックでは慣れない中継ぎということもあったのですが、2試合に登板していずれも失点してしまい、とんでもない防御率になりました。どうもこの実績が強烈すぎて、五輪であかんかったやろ、国際試合ダメなやつは外すべきと、もっともだという声が大半です。
一方で毎年課題1個クリアしてきた青柳さんなら今年国際級行けるようになってるかもしれんのにと同情派も。ツーシームやスライダーを多投する変則タイプでゴロアウトが中心です。栗山監督としては三振を奪うことを得意とする本格派でないと国際試合は難しいと判断したのかもしれませんね。ちなみに青柳投手の登板する試合を観戦したい方はぜひ傘をお忘れなく。最後に紹介するのはギータでおなじみ福岡ソフトバンクホークス柳田悠岐外野手。海外ファンも魅了する豪快なマンぶり、そして今シーズン一番の衝撃、本塁打を阻止したフェンス直撃決死のプレーなど、私たちファンのハートをわしづかみしました。同年のセパ交流戦で見せたスコアボードを直撃した超特大アーチも有名ですね。その後も順調に活躍し続け、これまで6度のベストナイン、2度の MVP、 首位打者も2回獲得。そんな柳田選手が活躍しだしてからホークスも4度のリーグ優勝、6度の日本一を果たすなど上昇軍団に貢献。もはやチームではなく日本を代表するスラッガーと見られるようになりました。そんなスター選手がなぜ WBC の選考から漏れてしまったのか。それは漏れたのではなく事態だったのです。近年は怪我と付き合いながらシーズンを過ごすことが徐々に増え、体が 100% の状態ではないのに出場するとかえって周りに迷惑をかけてしまうと思い事態を決心したようです。柳田が出ないのは残念、 WBC で見たかった。 DH でも柳田選手が楽しそうに野球してる時点で日本の強みになると思うと残念がる一方で、自分で決めたこと応援しますと賛同する人も。振り返ってみると柳田選手は全力プレーと引き換えにこれまでも数多くの怪我と戦ってきました。2013年右肩腱板損傷、15年右肘関節の遊離体摘出手術、16年右肘関節炎、17年右腹斜筋損傷、右大十序軟骨損傷、2019年左足の肉離れ。これは意外なほど長引いて、この年は38試合にしか出場できませんでした。また同年には右肘関節の手術をしています。そして2022年は右肩腱鞘炎、なんと怪我が多いことか。しかもその体でいつも全力プレーを怠らず、ファンを何度しびれさせてくれたことか。怪我に強いことも名選手の条件とはよく言ったものです。しかしそんな柳田選手も今年で35歳、これまで以上に自分の体をケアしながらのペナントレースになっていくでしょう。頑張れギータ。ここまで調子の上がるタイミングや守備位置の不運、投球スタイル、体調との兼ね合いなどからメンバーに入れなかった選手を紹介しました。たとえ選ばれなかったとしても、これまでのキャリアに傷がつくものでもありません。今まで通りペナントレースでは大活躍してくれることでしょう。そしてこれとは別にしてオールジャパン代表となった選手の皆さんには奮闘してもらいたいですね。あなたが選考から外れて残念に思っている選手は誰ですか？よろしければコメント欄で教えてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。